タイムを毎回やる菊池さん、うん、超単語マニアの菊池さんが、はい、ちょっとこれは悪もんなんじゃないのという、うん、ネイティブにとってもややこしいっていうね、サンフランシスコにどういうキャンパスができたのかとか思ってふざけんなよ、全然意味で言ってないじゃん。それでは始まりました、もっけちチャンネル。さあ、今回も菊池さんにおいでいただきます。さてさて、今回ですね、菊池さんがですね、どうも大学入試問題に物申したいと、うん、いうことがあったんで、一般的に言って どうもその日本の大学入試問題、どこの大学とは言えないけど、はい、どう考えても正解2つあるんじゃないとか、はいはい、はっきり言って論拠足りないじゃない、うん、みたいな問題が多すぎてパッセージそのものは分かんないところはないんだけど、説問がこねくりすぎ回して、はいはいはい、例えば対比すると英検、はい、僕は受けてないんですけど、うん、最近のやつを受けた高校生が、はい、ちょっとこれ意味が取れないので、うん、臨時で呼び出されて、はいはい、読めなかったらどうしようとか、はいはい、で言ったらなんかウェブスターの辞書 の編纂本書の話が出てて、はいはい、読み物も素晴らしいし、うんうん、単語のレベルも素晴らしいし、うんうん、何よりも説問がいい、はいはい、読めれば 100% できるし、うん、読めなかったらできないような説問なので素晴らしいなと思って、うん、それ昨日の話なんですけどね、はい、でそのレッスン終わって帰ってきたら英検3400点の変態のおっさんが、はいはい、あ、はいはいはい、いたんで一之瀬庵先生すごい問題ですねって聞いた、英検も確かにすごい、うんうんうん、この問題だけじゃなくて全部の問題に関して、ま、ほぼ間違い文句のつけようがなくて、うんうんうん、しかも全部の回に関してそれが今回はちょっと残念とかっていう回がないとか、それに比べて大学の入学の用紙はちょっといやいやグレーになる、うん、で生徒さんに説明しててもね、この問題は多分できる人でも解けない人が多いから、あまり気にしないでこっちのちっちゃいとこだけかっちり点取っていきましょうみたいなアドバイスしかできなくて、それが非常に辛かったりするんですけど、そう、そうですね、うん、そういう問題も本当に不条理な問題が多いですね、まあ、さっきの英検は英検1級の問題ですね、はいはい、そうなんですよ、うん、そういうのが多くて、うん、でちょっとちょっとっていうのあったということで、うんうん、そのちょっと論拠が足りないんじゃないとか、うん、これ A 正解なんだけど B もそんなに罰はつけられないんじゃない、うんうん、っていうレベルではなくて、どう考えてもかっちりした単語が合わないっていうのがあったので、その話を、多分私の思い違いだと思います、知らない、なるほど、ね、大学入試作ってる人がどんなに知ってでどんなにプロの人がやってるか分かってんで、なるほど、ただ納得できないので皆さんのお家を拝借したいと思ってきました、うん、なるほど、はいはい、じゃあこのタイムを毎回読んでる菊池さん、うん、超単語マニアの菊池さんが、はい、え？って思ったのは、うん、SFC ですね、はい、慶応の SFC 環境情報の2020年の問題ですね、はいはい、私が、まあ、当審では担当してたんですけど、うん、まあ、2020年だって僕はもう担当してない問題になる、はい、どうやって解説したんだろうって思うんですが、うんうん、多分まあ自分が担当してたら、え、こんなんどうなのって多分喋ってたと思うんですが、うん、どういう問題だったかっていうとですね、はい、ここの問題ですね、うん、The situation is likely to become an everyday occurrence with the widespread adaptation of automated vehicles って言って、まあこれ文脈で言うと、もう広く使われるようになるっていう文脈ですよね、うんうん、その前で何が言われてるかっていうと、運転者とアイコン歩行者はね、運転者とアイコンタクトして横断歩道を渡っていいかどうか判断すると、うんうん、ところがアイコンタクトしようとすると運転席に人がいない、はいはいはい、っていう、うん、そういうシチュエーションが everyday occurrence になるだろう、よくことになるわけですね、これはもう自動運転の車が普及する以外の意味はありえない、うん、で過去問の出版社の翻訳も普及になってます、うん、はい、で正解が adaptation です、ね、はい、私の中でどう絞り絞っても adaptation がから普及に行くことはできない、うん、修正、変更、適用、ね、対応、もしこの前の方に自動化運転の自動車も結構発達してきてるけど、まだ課題は多くて、うん、ここ直さなくちゃいけない、ここ修正しなくちゃいけないっていう話があったらアダプテーションもありえなくはないけど、うん、それにしてもその前のワイルドスプレッドっていう経営者とのカロケーションがひどいですけど、ね、うん、でも大筋で言うとありえなくはないけど、そういう話は一切ないので、なるほど、うん、これはどう考えても動詞で言うとアダプトではなくてアダプト、そうですね、の方ではないかと思って、で実際のテキストを調べてみたんですけど、はい、テキストの方もアダプションではなくて、うん、アダプテーションになっていました。だからこれはネイティブ自体が一つの可能性としてはね、もうアダプターとアダプターがもうごっちゃになってて、うんうん、アダプションをとのつもりでアダプテーションを入れてしまって、はい、そこをしかも通ったという、うんうんうん、
それを字の文で残しちゃうならしょうがないんだけど、はい、そこを問題にしちゃったっていうのは一つの可能性ですよ、はいはい、どう考えてもこの問題作ってる慶応の先生の方が私より英語できるはずだから、うん、それはないとは思うんだけど、ちょっとこれは悪問なんじゃないのというですね、悪問っていうか誤問かな、誤問の可能性があるので辞書いろいろ調べたけど載ってないですね。どう考えてもアダプテーションの採用にはならない、普及にはならないので、うん、どっか最新の使い方でアダプテーションでアダプションの意味になるのか、それがそういう用例があるのであればぜひ勉強したいのでね、はい、皆さん教えてください、はいね、うん、アダプトの方はアプトの方、うん、まあアダプターとかでね、電圧調整とか、うん、アプティテュード適性とか、うん、アプトは合わせる系なんで、うんうん、ジャストに近い、日本人には両方兄聞こえちゃうんですね、はい、僕も耳が悪いので苦労するんですけど、はい、OPT は選ぶ、チューズとかホープとか選ぶ、オプティミストとかね、うん、オプションとかで、アプトの方はアプティテュードとか全く違う言葉なんで、これはちょっとすごく不思議、うんうん、ということはネイティブにとってもややこしいっていうね、うん、多分ねことなんでしょうね、うん、でも日本人で日本語間違ってる人山ほどいるし、そうそうです、プロのテレビ局とか見ても、うん、よくあるので、うん、ひょっとしたらその可能性はあるかなと。なるほど、うん、これどうなんですかね、 SFC ってですね結構あるんですよ、ミスが、あ、そう、英語の、うん、担当してたんでミスが結構出てて、救急車がずっと鳴ってるまあネイティブがよく間違えるアシュアとインシュアとかですね、それも間違ってたこともあるんで、アシュア人ざっとインシュアざっと説っていうのはいつの問題だったか忘れちゃいましたけどあったりとかで、 SC って一応書き直してるんですよ、書き直してるのに語色がそのままとか文法ミスがそのままとかっていうのが結構あるんで変なんですね。で一番、うん、誤植が起きやすいのがページまたぎです。ページをまたぐところにミスがかなりの、なんでなんでしょうかね、うまく合ってないっていうスペルミスとか出たり、英語の能力に関しては多分日本のトップクラスの人たちでしょうけど、なんでなんですかね、技術の問題ですかね、そうなんですよ、なぜかこのページまたぎにミスが、うんうん、あることが今までの傾向上多いのと、あとはやっぱ普通にネイティブでも主述の位置は間違えますね、主語述語の位置で何だったかな、すごいブワーって主語が長くて、で本当はだから単数かなんかで合わせなきゃいけないのに直前の名詞に合ってたっていうこととかもあるんで、やっぱネイティブでも間違いはするっていうことなんですよね。恥ずかしながら SFC 去年の秋、はい、先生すごい英語できる子がいるので、はい、SFC 志望なんで担当してくださいと言われて、はい、SFC って知らなかったなんだろうってことですね。で SFC って何すかって聞くわけにいかないので、はい、はいって言ってさすが慶応サンフランシスコにいてどのキャンパスができたのかとか思ってなるほどね、誰もいないところで調べて湘南藤沢キャンパス、藤沢キャンパスでいいじゃんとかって言ってたから、なんかもともとが KFC かなんかでかぶっちゃうから、うん、かっこ悪いからって言って、うん、SFC になったんですよね、うん、湘南キャンパスの方がずっとかっこいいような気がする、うん、まあやっぱ SC じゃダメなんです、湘南キャンパスでそのまま省略しないで、うん、それで一番かっこいいと思うんです、ね、僕らはだから SFC って言ったらスーパーファミコンなんですよ、うん、あ、そうなんです、やったことない、全く分からない。もっとひどいのは AO ニュースも知らなかった、あ、はい、アドミッションのオフィス、もうだってなくなっちゃいましたからね、だいたい終わっちゃう、だいたいなんだろう、アドミッションオフィスってふざけんなよ、全然意味で通じてねえじゃん、でまあ、自己アピールみたいな感じでやってたんですけど、うん、なんか総合選抜型入試って名前が変わりました、うん、不思議、よくわからないことが多い、そう推薦、うん、まあ、これから推薦がかなり主流にはなっていくと思うので、うん、一般入試よりも多くなる可能性もあるって言われるぐらいなので、うんうん、どん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 、まあ、一発勝負でのよりかはむしろしやすいのかな、うんうん、なんでまあこれからね、菊池さんもそういった感じで教えていきますのでね、いろいろこのチャンネルでもまたね、自由に動けるようになった、まあワクチンが普及したらね、イノキュレーションできるようになったら、もっともっとやっていきたい。What's the difference between inoculation and vaccination? っていうの違いがあるんですか？ I don't know ニュース見てりゃ同じように出てきます。結構どういうわけか、ツイッターのフォロワーにお医者さんたちが多いので、はい、バクセネーションとインドキュレーションどこが違うんだろうとかって誰か答えてくれないかなとか言っても、誰も答えない、多分同じなんでしょう、ね、そう、インドキュレーションは接種いいんです、ね、多分ね、イミューナイゼーションとかは、はい、実際に病気にかかって免疫が発生した人も含むと思うから、はい、そこは分かるんだけど、うん、バクシン打つ以外にインドキュレーションする方法ってあるんですかね、どうやってやるんでしょう、
それが新聞とか見てると、ね、いつも同じように出てますからね、ニュースもね。素晴らしいでした。はい。はい。はい。岸さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you very much.